フレッド・カーリーはアメリカ合衆国の陸上競技選手。100メートルでは9秒84、200メートルでは19秒76、400メートルでは43秒64の自己ベストを持っている。100メートル9秒842021年8月1日世界、歴代14位。 対2 0 0メートル1 9秒762021年9月18日4 0 0メートル4 3秒642019年7月27日世界歴代6位種目は短距離層 400m メー層を専門種目としており自己ベストは2019年に世界歴代6位に入った43秒642017年に 全米学生陸上にて43.70という記録を叩き出して優勝し、400メートルの全米学生記録を29年ぶりに更新したことで脚光を浴びる。同年開催の世界陸上にも出場し、決勝に進出。4400メートルアールではアンカーを務め、銀メダルを獲得した。2019年世界陸上では、銅メダルを獲得。リレーでは一層走って、 アメリカ勢に大会ぶりの金メダル奪還を果たした。なおこの年の全米陸上選手権では当時、シーズンランク1位であるマイケル・ノーマンを倒しており、優勝を果たしている。2020年現在、世界記録を破ることを期待されている選手の一人で、ある。2021年4月24日、フロリダ州マイアミの競技会で自身初の9秒台となる9秒91をマークした。 同年6月20日、オリンピック代表選公開男子100メートル決勝で、自身初の9秒8台となる9秒86をマークして3位に入り、100メートル代表入りを果たした。さらに、同年6月27日、オリンピック代表選公開男子200メートル決勝で、自身初の19秒台となる19秒90をマークして4位に入った。これにより、 ベイドバンニーキルク、マイケル・ノーマンに次ぐ、史上3人目の100メートル9秒台、200メートル19秒台、400メートル43秒台を達成した選手となった。2021年8月1日、2020年、東京オリンピック男子100メートル決勝で、自己ベストとなる9.84をマークして、2位に入賞した。同年8月28日、 ワンダダイヤモンドリーグパリ男子200メートルで、ケニー・ベドナレクト・キサーリの1位で、自己ベストとなる19秒79をマークした。さらに、同年9月4日、ワンダダイヤモンドリーグブリュッセル男子100メートルで9秒94をマークして優勝した。400メートルでも過去に優勝経験があり、これにより史上初めて、ダイヤモンドリーグで短距離3種目制覇を達成した、選手となった。 2021年9月18日、ワールドアスレチックスコンチネンタルツアーゴールドナイロビ、キプチョゲ系のカップ男子200メートルで、自己ベストとなる19秒76をマークした。ありがとうございます。